こんにちは、かつきです。昨日はね、パワーリハ行ってね、カイロを靴の中に貼っていったんですよ。昨日暖かかったけどね。で、どうもこう、冷えがね、ひどいんでね、カイロ貼ったら全然違うの。カイロ貼ったらね、こう、血流が温まって、もう、上半身が熱くなって汗かくんやけどね。まあ、汗かくぐらい温めとこう思ってね、冷えがひどいけどね。そうしたらもう寒い時と全然違うの、動きが。もう寒いとね、もう全然固まっちゃってね、動きは悪いんやけどね。まあ、たっ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 たと手引きで歩けるしね。うわ、全然ちゃうやってね、スタッフさんにもびっくりされてね。あ、これやなと思ったらもう、カイロ必須。んで、なんや、電熱用の靴の中敷きはちょっとやっぱ8000円近くするのもったいなすぎるからね。んで、カイロの値段よう知らんかったけど、500円でね、30個入ってるわ、普通サイズのね、春カイロがね。で、30個あったら、1個使っても、1ヶ月持つからね、1ヶ月500円やったら安いもんやしね。あ、これで毎日、冬は乗り切ろうと思ってます。本当に全然違うよ。だから、もっと寒くなったらね、腰にもね、腎臓を温めたらいいらしいからね、背中の方、腰の下の方にね、貼ろうかなと思ってます。やっぱり温まるとね、もうびっくりするぐらい動けるようになるね。で、逆に冷えてると、もうこっちこっちでカクカクカクこういう感じでね、もう悪化してんのよ、麻痺がね。で、お風呂で温めるのもいいけど、お風呂でもなかなかね、温まらないのね。で、電気毛布したりいろいろしたけど、カイロを靴の中に入れるのが一番、足の裏からね、全身に血がめくってね、まあいい感じなんで、麻痺のある方には、カイロでね、直に貼ると低温やけどするんでね、分厚い靴下履いてるんですよ。100均で売ってるモコモコのね、ごっつい靴下を履いて、で、靴の中敷きの方に全面的にペターッと貼ってね、で、分厚い靴下やったら、まあ、低温やけどしないんでね、いい感じです。そしたらね、足の感覚もだいぶ戻ってきてね、暖かさを感じるようになった。昨日までね、温度差も感じないのよ。まあ、暑いも冷たいもね、わからない状態でね、もう芯まで冷え切ってて、もういつ触っても冷たい状態がね、血が通ってきたっていうの。そうやね。で、サプリもね、体温めるサプリね、飲んでんねんけどね、それでも足の方は冷たいままでね。ほんで、寒いと血圧がガー上がっちゃってね、140以上になっちゃってね、今までずっと110代やったのにね。それもカイロで温めたらね、血圧やっぱり下がってくる。だから、血管が拡張するとね、血圧は下がる。で、寒いと血管がギュッとこう縮こまって、血圧が上がっちゃうのよね。そんな感じです。ぜひカイロで温めましょうっていうお話でした。では。